どうも、引っ越してきて3日目でシステムキッチンの天井かな、これ天井で5回くらい頭を打ったセイラでございます。ということで今回も動画を収録していこうかなというふうに思うんですけど、このシステムキッチンなんか僕の家なんか採用されてるんですけど、新しい新居にこれ採用されてるこのシステムキッチンが、まあ多分女性用の作りなんでしょうね。すごい低いんですよね。だから今テーブルがない状態でシステムキッチンのこのカウンターのところで、カウンターキッチンのところでパソコン売ってるんで、しょっちゅう頭を打つんですよねっていう、めちゃめちゃ余談なんですけど、これはもう頭がバカになっちゃいそうな感じなんですけど、まあね、そんなどうでもいい話を置いといて、今日もですね、大事な話をしようかなというふうに思うんですけども、今回は嫌な人がいるときは絶対に〇〇してはいけないということで話していこうと思います。嫌な人がいるときになんかあいつが嫌だ嫌だって言って、どんどん自分が苦しくなっていったりだとか、ストレス溜まってくる人っていうのはこの〇〇の部分をやっちゃっているのなので、ぜひ最後まで見てね、あ、これやっちゃってたわつって、これやっちゃダメだっていう風にね、気づいて逆にね、こう切り替えててほしいなという風に思います。やっぱ脳の使い方っていうのがすごく悪い方向に流れてしまっている人が多いので、この脳の使い方っていうのを正しく、していこうということでね、話していきます。で、まずですね、嫌な人がいると暗くなってしまう理由っていうのはですね、嫌な人の優先度が高いからっていうことなんですね。嫌な人の優先度が高い、つまり注目しちゃってるっていうことなんですよ。なんだってそうなんですけど、注目したら注目したものが浮き立って見えるんですよ。なんだってそうなんですよ。例えば部屋の中で、見渡した時に赤いものってないかなっていう風に探す時と、何も考えずに、まあ、辺りを見渡す時とでは赤いものが見える、可能性というか確率っていうのがめちゃくちゃ上がるんですよ。やっぱり赤いものを探している時っていうのは赤いものが目に入るんですね。まあ今僕の部屋は何も置いてない状態なので、そもそも赤いものが何もないんだけども、でも多分普通に住んでたら赤いものとか部屋にいっぱいあると思うので、なので一回赤いものって意識して探してみてほしいんですよ。すると、あ、これって赤かったんだそういえばみたいな、こんなとこにこんな赤いものを置いてたんだなっていうのを気づくと思います。で、なぜかっていうと赤いものに注目しているからなんですよね。で、こういうふうに僕たちっていうのは注目したものを見るんですよ。注目しているものに気づくんですよ。なので嫌な人にストレスが溜まってしまうとか、嫌な人がなんかもう目に入ってくるって時は、嫌な人に注目してしまってる、嫌な人が優先度高くなっちゃってるっていうことなんですね。だからこの部分からしっかりと切り替えていかなきゃいけないっていうことなんですよね。だから嫌な人の優先度っていうものを低くしたら気にならないっていうことなんですよ。で、これはよく漫画の明るいキャラクターとかが同じことやってますね。例えばワンピースだったらルフィとか、ドラゴンボールだったら悟空とか、まあね、いろんなキャラクターいると思うんですけど、ああいう人たちって常に明るくしていて、嫌な部分とかなんかしょうもないこと悩んでないと思うんですよね。で、なんでしょうもないこと悩まないのかっていうと、そのしょうもないことの優先度が低い状態だからなんですよ。だからそういう風になんか抽象度の低いものとか、なんかすごいどうでもいいことに対して優先度高く持ってしまってたりすると、めちゃくちゃ悩んだりするんですよ。だからなんかゲームの中の人間関係に悩んでる人もいれば、なんかこう例えばどうでもいい、じゃあブラジルの人とか、日本の真逆にあるブラジルの人がなんか自分の悪口を言ってるかもしれないとか、そう言い出してきりないんですよ。でもそういう風に嫌なところに注目したりとか、可能性、わけのわからない嫌な可能性に注目したりすると、何だって気に病んでくるんですよね。だから世の中って何を見ているかなんですよ。何を見ているかによって心配事っていうのがあるんですよ。例えば今地震が起こりますよって言われたら、地震の優先度が高くなるから、地震怖い地震怖いってなるんですよ。だから大体テレビ番組で地震特集とかってした後はみんな地震ビビるんですよ。なぜかというと地震の優先度が高くなって地震に注目しているからです。で、こういうふうに注目するものっていうのは僕たちは全て感じ取るんですよ。敏感に感じ取るんですね。じゃあ嫌な人のが、なぜ嫌な人になってしまってるのかって、嫌だという風にキャッチしようとしてるからなんですよ。そいつを注目してキャッチしようとしてるからなんですね。だからそいつらをキャッチしない方向に持っていくっていうのがすごい大事。悩みって、基本的にはそうやって解決させていくんですよ。自分が見る世界を変えていくことによってどうでもよくなるっていうね。ほとんどの場合はそうなんです。だから、なんか人間関係悩んでるっていう時も、じゃあそもそも、その人間関係めちゃくちゃ大切にしなきゃいけないのとか、そこにこだわらなきゃいけないのとかっていう部分どん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 排除していったら、意外に簡単に解決していくんですね。そういう風な感じで僕たちっていうのは見るところを変えていくことによってどん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 変わっていくっていうことなんですよ。でも逆に嫌な人だなこいつはっていう風に思い続けていると、そこに対して脳があいつは嫌なやつなんだ、あいつは嫌なやつなんだっていう風に刷り込んでいくんですね。刷り込んでいってしまうわけなんですよ。だから自分の中であいつは嫌なやつなんだって決めると、どん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 自分が辛くなっていってしまうっていうことなんですね。
ね。自分がどん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 辛くなっていく。なぜかというと、そいつのことを嫌だって言って。嫌だ、嫌だ、嫌だ。あいつがいるとすごい人生苦しいんだ、みたいな感じで思い続けていくからですね。あいつがいるから、あいつがいなければって思っていくから、どん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 自分が苦しくなっていくんですよ。なぜなら、脳がそっちに向くからです。脳が嫌な方向に目を向けるからですね。すると、脳って面白くて、自分が普段見ようとしているものが真実なんだと、事実なんだっていうふうに思うとするんですよね。だから、自分が普段から嫌だわとか疲れたわとか、あいつ嫌いとかと思ったら、脳は本当にそう思うとするんですよ。そういうことなんですね。たまによくありません？そんなに怒ってなかったんだけど、なんか怒り感情をブワーンってなんかこう出してしまったら止まらなくなっちゃったみたいな。なんかそんなおじさんとかいたりするじゃないですか。なんか初めはなんかそんなに怒ってなかったのに自分が、あーいみたいな感じで言ってからなんかすごい盛り上がってきてしまうみたいな。あれって結局自分が、あーいって言ったっていうコミットがあるからなんですよね。自分が、うらーって言って怒っていったからなんかそれに乗せられてるんですよ。脳はそこに乗せられてるんですね。で僕自分のメールコミュニティの方のメールで先にハッピーアクション起こそうよっていう話してるんですよ。ハッピーアクションと。だから自分が辛い時とかなんかしんどい時とかに自分の行動をまずハッピーにさせようって。だからありがとうって言ってみるとかね、なんか踊ってみるとか何でもいいんですけど、そういう風にハッピーなアクションを起こしていくことによって自分の体ですごい元気になるんですよね。だから僕も実際この YouTube とかって撮る前に自分に元気がなかったら先になんかすんごい踊るっていうか踊れないんだけど、でもなんかこう動くんですよ。ブワーって動く。で実際はもう映ってないけど、動画に映ってないんだけど、手とかめっちゃ動かしてるんですね。でそうやって手を動かすことによって、自分の行動をこう盛り上げていってるんですよ。で自分の行動とかを盛り上げていくことによって、自分の脳が、あ、今お前盛り上がってんだなって言って、俺の体が今盛り上がってんだなって言って、動くようになってくる。自分の感情も高ぶってくるっていうことなんですね。でこういうふうに、しっかりとね、自分がまず何をするかっていう部分がすごい大事になってくるので、それって言葉も同じなんですよね。言葉でも嫌なことを言い続けてたら、やっぱ嫌な気分になっていくんですよ。だからそこに、コミットしない、そこにエネルギーを注がないっていうことがすごい大事。だから脳の使い方をどん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 切り替えていこうってことです。嫌な感情っていうものを、あいつ嫌だっただってこういうことしてきたしとかでどん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 掘り込んでいっちゃう人ってすごい多いじゃないですか。あいつ嫌なことしてきて、あいつのこういうところが嫌いです、嫌いなところいっぱい探したりしますよね。でもそうやって探していくことによってどん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 あいつが嫌いだ、あいつが自分の人生を狂わしているんだって掘り込んでいってしまうので、そうではなくて違う方向に変えていかなきゃいけないっていうことなんですよ。だからそういうふうにね、嫌なやつが出てきて嫌な感情を掘り込みそうになったら、逆にいいところを探しちゃったらいいんですよ。別にその人のいいところだけじゃなくてもいいけど、だからその人の、まあその人が何かしてきたことによって何か面白い出来事にならないかなっていう風に捉えていくっていうのがすごい大事だったりするんですね。例えば僕この間高速バスに朝乗ったんですけど、高速バスに朝乗った時にもう僕6の A だったんですよね。高速バス番号が6の A だったんですよ。で5の A のおじさんがもうリクライニング限界まで下ろしてたんですね。であれ限界まで下ろしたら後から来たら乗れないんですよ、ほぼほぼ。で僕体も大きいので足がね、まあ自慢になっちゃうかもしれないけど、まあまあ長いんですよ。で足がまあまあ長いからバスに乗ったらもうリクライニング結構最後の方の倒し方すると入らないんですよね、膝が。で僕仕方なく横の空いてた6の B に座ったんですよ。でも6の B に座ったら窓側にもたれることができないので寝れないんですよね、なかなか。で僕結構体勢にうるさいやつなので体勢良くなかったら寝れないんですよ。だからうわー寝れねーみたいな感じ、でなってしまってめっちゃ眠たかったので寝れなかったんですよね。でその結果、まあ、大阪で着いてからもなかなか寝ることができてなくて未だに寝不足っていうことになってるんですけど、まあでもね、そういう風に実際そういう時ってイラつくんですよ。やっぱりこう、うわ僕もほんまの席ここやのになみたいな感じになるんですよね。じゃあそいつがめっちゃ許せなくなってしまうわけ、その時は。うわムカつくわこいつってなってしまうんですけど、でもその中で、いやでもこれをどうにかして面白い話できないかなっていう風に思ったんですよね。でそう思った結果、なんかこうちょっとツイートしてみようと思って、でツイートして、なんかこうおじさんがこう寝転がってると、で寝転リクライニング倒して寝転がってて、まあ朝やから眠たいよなーって思いながらも、まあでも一回ソファーを蹴ってやりたいわみたいなね、ことをツイートしたんですよ。まあ何気ないツイートなんですけど、でもそうやってこれネタになるんじゃねっていう目線で見る、このネタになるんじゃねっていう目線で見たりとか、なんか面白い話できないかなっていう視線で見ることによって脳の使い方切り替わるんですよ。嫌なところを探さないでしょ、そうなってくると面白いところを探すんですよ。でそうやって嫌なところを探すんじゃなくて面白いところを探すとか、なんかこう自分とってプラスになるところを探すとかっていうふうに脳の使い方切り替えたら、そのように見えてくるんで、
で、実際に、まあ、こういうふうに話したら、そのおじさんにムカついていないんですよ、僕は。だってムカつくとこ探してないからですね。で、こういうふうに、なんかこう、ムカつかない方法とか探すんじゃなくて、そもそもムカつくムカつかないの次元から超えてしまうっていうことがすごい大事なんですよ。そうじゃなくて、違うところを見るっていうことをする。そうするだけで脳の姿が切り替わるので、その嫌な思いとかっていうのがどんどんなくなっていくんですよ。だから、嫌な人がいるときっていうのは、この人が嫌な理由だったとか、嫌じゃない理由とかっていうのを探そうとするんじゃなくて、そもそも、なんかこの話を楽しくできないかなとか、そういうふうな違うところから見てやるっていうのがすごい大事。うん、だからこう嫌なところを探すんじゃない、嫌なところを探すんじゃないし、嫌じゃないところを一生懸命探して無理ってなるんでもない。そうじゃなくて、しっかりと違うところから見ていく。うん、この話面白くならないかなとか、これを漫画にするならとか、まあなんか何でもいいんだけど、そうやって違うところから見ることによって、脳がね、その、嫌か嫌じゃないかっていうパラダイムから抜け出すことっていうのができるので、そもそも悩まなくなるということなんですね。なのでぜひ、そういったね、脳の使い方を切り替えるということをやってみてもらえたらなというふうに思います。で、こういうふうにですね、まあ、今言ったように脳を切り替えていこうっていうふうなことをしていくと、自分の考え方も変わるし、自分の発言も変わるし、行動も変わっていくわけなんですけども、じゃあどうやって切り替えたらいいのかわからないよって。どういうふうにしたらプラスになっていくのかわかんないよっていうこと。こういうとき具体的にどういうふうに考えてたらいいのっていうところで、わかりづらかったりすると思うんですね。で、僕のまあメールコミュニティの方ではですね、そういった考え方の基礎ですよね。まあ、あとこういうふうに考えたら結構前向き捉えやすいよって。こういうふうに捉えてたら、割とプラスに持っていけるよって、そういう風な感じのことをどんどん話していってるんですね。で、その結果、あ、そういうことかつって、自分ね、出来事をプラスに再定義していくことっていうのが増えてきて、その結果ね、まあ、夫婦関係良くなったとか、友達との関係が良くなったとか、親友ができたとか、恋人とすごい仲良くが良くなったとか、なんかそんなコメントがどんどん届いてるんですね。なのでぜひね、あなたにもそういう風にですね、自分がプラスになれるような、まあ、ひな形の考え方っていうのをどんどん自分の中に取り入れてほしいなっていう風に思っているので、ぜひ僕のね、メールコミュニティに参加していただけたらなという風に思います。で、毎日こんな感じで動画もアップしていますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。